ジアースさん。はい、はい、ジアースと申します。何をされてることなの？僕はあのタレント俳優を目指してまして、はい、それであの、まあ、先ほどお見せしたヤクザの、まあ、ガラ悪い役を、はいはい、やらせていただいてて、でまあ、このままでもちょっとダメだなと思いまして、いろいろ動いてみたところ、今ラジオ番組もやらせてもらってて、はい、すごいっすよ、はい、どこのラジオも。レインボータウン FM っていう、例えば月1なんですけど、やらせてもらってて、はいはい、でいろいろまあ話したりとか。ずっと息切れてます。ちょっと、熱いっすね。初めて気がつきまして、はいはいはい、それで YouTube、そんで本当に水溜りボンドさんを最初見始めたんですよ。あの僕ディズニーが好きでこう見えて、それであの都市伝説とかもやる。ああ、なるほど。で、あの辺から見始めて、それで、あの、まあ、他の、もともと YouTuber さんに興味はなかったんですよ。はい。なんですけど、嬉しいですよね。あのディズニーのやつとか見て、それで、その後なんだろう、クレヨンを振るっていうのがあって。あれ、初期の頃から、お前をね。で、あ、あのディズニーの人だってなったんですよ。はい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 。そこで、いろいろ見たら、すごいことやってたなと思って、そこから面白そうだなと思って、で、チャンネル登録しようとして、で、できなかったらいろいろ登録して、チャンネル登録をさせていただいて、はい、で、見始めて、ここ2ヶ月ぐらい結構、毎日見てて。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。僕は出られてる。僕、最近、ハイアンドロー。おー、見てない。見てない。なんで見てないんだよ。出てたりとか、例えば、あとは、だいぶ用なのするんですけど、モンスターズって香取慎吾さんのやつ、はいはいはい、見ました、はい、あれの2話 の, あのヤクザのシーンが分かります。大銀会ってところに行ったんですけど、はいはい、その部1位で入って、はい、とか、もう本当20、30作品ぐらい。ああ、そういうので、なんかめっちゃ切れることもできるんですか？あ、もちろん見ます。あの、感情さえ作れれば。なるほど、簡単に切れてるとこ見てる。じゃあ、なんかこう結構言っちゃった方がいいですか？どんなの？いやだ、そう、てか、もう本当に一番怖い感じで言えば、こう、ぶわーって言うよりも、感じの方が、ちょっと、覚えやすい、覚えスタイルの人は。椅子じゃパチコンって言うんですか？それだけは注意してほしい。いや、なんか不安に思ってる。好きなキャラクターなんですか？プーさんです。プーさんですね。プーさんじゃないですか、はい、で、トリマーさんと、はい、おデブと誰がデブ？デビッシュ。ちょ、待て待て待て、誰がデブ？よ、おデブでしょ。おデブプシュッ。ダメ、すみません、間違いないです。で、トリマーさんですよ。はい。で、大デブさんがいて、で、じゃあ、じゃあ、じゃあ、いや、誰がデブだよ。デブです。いや、デブだけど。誰だよ。デブだけど、絶対違う。ここから面白い。違和感あるぐらいでいいんだよ。はい。ペットトリマーさんと、うん、はい、おデブさん。ダメ！毎回知らない。誰がデブだよ。誰がデブだよ。ふざけてないですか？